はい、こんにちは。今日は、いつもいろんなフルーツの切り方を紹介してるんですけども、まあそれの仕上げ飾り付けみたいなのをちょっと紹介していこうと思います。今日紹介するのはこういった飾り付けです。柑橘類の皮を半分に切ってカップにしたやつですね。いろんな動画で紹介してると思いますんで、見てくださってからこの動画を見てもらったらこういった飾り付けができると思います。はい、ではやっていきたいと思います。はい、材料ですけども、こんな風に、最初に作って用意しておいてください。これはキウイの花ですね。これイチゴの花、まあイチゴのバラという動画に載っけてると思います。あとは、まあグレープフルーツのカットとか柑橘類のカットの動画を見てもらったら、こういうカップの作り方も載せてると思いますので、まずそちらをご覧になってください。じゃあちょっと飾っていきたいと思います。柑橘類なんですけども、同じような動画にカルチェ、の動画を載っけてますんで、カルチェしてください。房取りですね。でまあこうやって下にカップにまず引き詰めてください。まあ花が乗りやすいようにできるだけ平らに盛り付けてもらった方がいいとは思います。はい、次にですね、メインになる、花を乗っけていきたいと思います。安定性のいいところに飾り付けてしてください。はい、こんな感じですね。で真ん中にいちごの花飾りを飾ってください。はい、でぶどうですね。この時期のぶどうってちょっと種がついてるんで、ちょっと取ってもらって、まあこんな風に、よいしょ、乗りにくい時とかは調節してください。よいしょ、この方がいいかな。はい、いちご、はい、余ったスペースにさらにオレンジをドッドッと盛り付けしていきたいと思います。こんな感じですね。もりもりになりますね。はい、で、間にラズベリー、ブルーベリー、この3つが入ると引き締まるっていうか色が、整うと思うんですね。なんで、こんな風に飾ってもらったら、可愛らしいカップができると思います。はい、次お皿に持っていきたいと思います。ちょっと同じ大きさのお皿がないんで、ちょっと大きめのお皿に、はい、飾り付けします。いちごをハートでくり抜いたいちごを、はい、飾り付けしました。あとはぶどうですね。ぶどうはここ房っていうか、こうついてたところですね、切ってます。大体対角線上に飾ってもらうと可愛らしく見えると思います。あとはミントの葉っぱですね。ちょっとこう
飾り付けしてもらって、はい、ブルーベリー、はい、こんな感じにちょっとねフルーツ散らしてもらって、あと柑橘した時に皮が余ってくると思うんですよ。皮、これ薄く綿の部分取ってます。でこれを薄く切ってもらって、こういう棒状になります。こういう棒状を箸でくるくるっと丸めてください。こんな感じで、よいしょ、しっかりね、でちょっとグーッと押さえてもらったら、でここの辺でパッと外すとこんな風な感じで丸くなってくれるんで、これを2個、こんな風な感じですね、ギューッとして、はい、飾り付けしてください。するとこんな感じになります。あとはポイントポイントで、ミントですね、この辺がいいかな。いや、ちょっと花が見えなくなっちゃうんで、この辺でいいと思います。はい、でこんな風に、飾ってもらったら、家にある本当に簡単なフルーツ、ブドウ、キウイ、ブルーベリー、オレンジで、ちょっと可愛らしいデザートになると思います。下に引き詰めたオレンジの代わりに、ジュレを、市販の、美味しいゼリー売ってますんで、半分ぐらいそれと変えてもらってもいいと思います。ちょっと涼しげな可愛いデザートになると思いますんでよかったらやってみてください。いろんなカットの動画載せてますんで、参考にしてもらったら、こういう飾り付けとかも簡単にできると思いますんで、よかったらやってみてください。はい、今日は、柑橘類の、皮を使ったカゴ盛りを作ってみました。はい、またよろしくお願いします。